スーパー。はい、アミノサウルスの先ほどです。今回はですね、ワールドマラソンメジャーズ、ベルリン大会のお話をさせていただきます。ベルリン大会はですね、2018年に、僕走ってきました。まあ、去年ですね。で、まあ、皆さんが本当記憶に新しい、キプチョゲさんがですね、2時間1分で、走り切られた大会でも、まあ、皆さんがご存知だと思うんですけども、まあ、ベルリンまで行くのにものすごい時間が、かかりまして、着いた時は本当にめちゃくちゃ疲れたなっていうのが第一印象です。っていうのも、成田からヘルシンキで、ヘルシンキからベルリンで、約18時間の移動で、それぐらいかかる場所なんですけども、まあ、それもそれで走ることのテンションが高くてですね、まあ、なんとかやりきった、まあ、気持ちで、到着したんですけども、まあ、そこから、まあ、2日前に到着ですね。で、その次の朝にですね、大会の、スタート地に大きい公園があるんですけども、そこで、朝スタート時に走って、走ってるとですね、神野大地さんとかが走ってて生で見れたりとか、まあ、そういったところとか、あと、まあ、ケニア勢がですね、朝練習してて、それにちょっとついて行かせてもらったりとか、テンションの上がるような、そういう地に入ったなっていうのが第一印象で、まあ、明日、明後日大会やなということで、ものすごいこうドキドキワクワクしてました。まあ、ベルリンっていうのは本当によくネットとかでもね、書かれてますけども、本当にスピードコースということで、僕も走り終わった後ですね、これはタイム出るなって思いました。っていうのも、30キロ地点ぐらいからはちょっと1本だけですね、2キロぐらいちょっとだけゆっくりとしたゆったりとした坂があるだけで、あとはほとんど、フラットなんですよね。で、そのフラットがまた海外にもよくある応援が本当にすごくて、もう42キロずっと沿道に、観客がいらっしゃって、で、ずっと声かけしてくれる、まあ、そんな楽しい大会やった思い出があります。まあ、僕もこの大会に限っては僕の持ちタイムが、その時ベストが、2時間37分やったんですね。で、2時間37分を、2時間35分切って、福岡国際に出たいっていう気持ちがすごい強い年でした。で、あわよくばですね、ベルリンで2時間35分切ったろかなっていう気持ちで出た大会でもあります。で、まあ、最初から本当にいい環境でスタートを切れて、1時間、ハーフが1時間16分ぐらいですかね、16分後半ぐらいで入って、で、あ、これ、ひょっとしたらいけるんじゃないかっていうところで、まあ、後半もですね、そこまでアップダウンもなく突っ込めた印象であります。で、まあ、最終的にですね、タイムが、2時間35分24秒ということで、ちょっと24秒、25、5、6秒足りなかったんですけども、まあ、自分の思ってる35分ですね、に到達できたということで、ものすごいこういい印象の大会です。やっぱり走りやすいので、いいタイムが出るといい印象のレースになりますね。で、まあ、今回そのキプチョゲさんもこういいタイムで走られたんですけども、まあ、メダルをね、走り終わった後にいただいた時にですね、ちょっとびっくりしたのが、もうキプチョゲさんのなんていうんですかね、この映画も入ってもうてるんですよね。エリュードキプチョゲって入ってもうてるんですよね。で、そうか、2016年優勝者っていうことかな。うん、でもちょっと、まあ、僕もそこ分かってなかったんですけど、まあ、すごいですよね、こうやって入れてもらえてるっていうのと、あと、まあ、僕はこう名前 と、このタイムも入れさせてもらって入れたんですけども、まあ、これはオプションで詰めてきてたものだと思うんで、こういう大会メダルに、海外なんかね、もう本当に何回も行けるとこじゃないんで、こういったタイムも刻んでもらうのも大事な一つじゃないかなと思います。はい、
で食事の面に関してはドイツ料理っていうのがですね、なんかよく あるビールとかウインナーとか、まあ、そういった加工食品がどうだこうだって聞くんですけども、特に僕はですね、お酒も飲まないし、なんか 前日と前々日やっぱりこう炭水化物に頼ってしまってたので、パスタとか食べて、で、まあ、この日はですね、僕なんかすごい疲れてて、大会前日朝ごはんちょこっと食べて、でお昼に、ホテルの下でパスタ食べて、で夜ごはん食べずにもう寝てしまってたんですね、ずっとお昼から。で朝ちょこっとだけ、朝ごはん食べて大会迎えたんですよね、スタート切ったんですけども、それでもまあ2時間35分、ぐらい出せたので、まあ、食事って一体何なんやろなっていうところとかも結構そこで感じたところでもあります。はい、まあその人によってはね、やっぱり心配して食べた方がいいんじゃないかとかいうのもやっぱりもちろんありますけども、まあ僕の中で大事なのは水木金はしっかり食べる、で土曜日はあんまり食べなくても大丈夫っていうのが自分の中でありますんで、そういうのも試してもらいながらですね、いい結果につなげていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ベルリンの大会の、お話でした。あと2本、ボストンと東京お話またさせていただきます。まあ、今のお話でいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、またコメントもよろしくお願いします。